はい今回はソフトバンク元部長らの巨額投資話の巧妙すぎる謎と黒幕がいるのではないかこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、ここを最近のですねまあ、ニュースでして、えー、あまり、えー、そんなに取り上げられてないのかもしれないんですが僕は個人的にですね これかなりね闇深な黒幕とかいるんじゃないかなって思う話なんですよでもちろんはっきりとっていうのは分からないんでねえ、まあ、調べて考えたことをお伝えさせていただきます、まあ、僕もそうですしね、まあ、リスナー様もそうですが、まあ、この世の中っていうのはねいろいろこういう罠がありますから、ね、聞いたことある方いらっしゃると思いますし、まあ後でもお話ししようと思いますが あのね、えうまい話には裏があるとかって言うじゃないですか、で本当だと思うんですよで、それが本当に実際になったのが、この今回のこのニュース、ソフトバンクのこの件ということで,で、いくつか調べたんですけど、実際に数千万円を取られた人もいるということなんで、かなりですね恐ろしいものであるとで、このニュースってのは3人でやったということになってるんですが、え僕はですね黒幕がいるんじゃないかと思うんですよ。 誰がただし何、えーまあ、て言うのかなこの段取りのスムーズさというかあその、ね、手口が巧妙すぎるあたりから、まあ、何かしらの指示があったのではないかと、まあ、思います。あとですね、えーまあ、少し前にもありまして、まあ、リスナー様も思われるかもしれないんですが僕たちが住む、まあ、日本においてこの「ほマルトっていうね まあそのまあ女性がね飲みに行くその店とかそういった職種っていうのは今回の件でも思いますが不要こういったものっていうのは本当に日本からなくなるべきなくすべきだとまあそのように思いますっていうことでいくつかですねこの件まあ注目されてるんで気になるところから順番に考えていこうと思いますまあ本当ねちょっと何て言っていいかわからないですけどまあね世の中のこう怖さを感じるなっていうまあそういった話ですね まあ、うやするとですね、このソフトバンクの元部長3人かな、あ3人がですね、ソフトバンク本社の、えーまあ、会議室、一番上の会の会議室に連れて行って、ロゴの入ったあ、まあ、資料まで見せられたっていうことで、まあ、ここまで行ったらね、信じるじゃないですかあ、ソフトバンクの何か話かなとかっていう話なんですが、 このソフトバンクの本社の最上階の会議室で行われていた投資の詐欺話っていうことなんですよね。で、このニュースに出てるんですが、僕も思うんですが、リスナー様も聞いていただいたら思われるかもしれないんですが、 ソフトバンクっていう、えー、この会社は責任はないのか、ないしはですねソフトバンクっていう会社に責任を、まあ、問うことはできないのか、まあ、そういったようなことを思いますし、えーね、実際、これ、調べが入るはずなんですが、なんかちょっと入ってる様子もないんですね、かなりの額なんでね、本、え、当、ー、まあ、ほんとその10億とかなんで、えー、東京地検特捜部とかも動くはずなんですが、あまあ、動いてる気配もないと。 でやっぱり、まあ、あ僕の考えですからあもし間違ってたら申し訳ないんですが、まあ、会社が全く知らないっていうのはちょっと考えづらいんじゃないかなとかってと僕は思うんですよだから会社も何かしら知ってる可能性はあるでしょうしそこを調べないのかなっていうのかなっていう話なわけですよでこれ3人でやったっていうことなんですがソフトバンクの部長と課長とホ・マルトっていうねその夜の仕事をてる男ね それがまやったということで、まなんかねソフトバンク側も知ってたんじゃないかなと思います。でまこれはですね、ま何て言うのかな、まそう普通にというか思うておうことなんですが、皆さんも思われると思いますが、このソフトバンクって言えばまあいわゆる一流会社じゃないですか、そこの部長とかねかなり給料いいわけじゃないですか。なんでこんなことをするのかがわからない。だから まあ当然、ね、金に目がくらんだっていうのはあるかもしれませんが、裏で何か手引きしていたものがある、いると考えられる。 でこのソフトバンクの部長と課長と、マルトっていう3人で共謀したっていうことなんですけど、このホーマルトをですと、ね、少し前に、数日前に、新宿・歌舞伎町でですね女性がこのホーマルとを、えー、まるそうとしたっていう、そういったことが大きなニュースになっちゃうじゃないですか。で、あのまあ、リスナー様にですね僕、コメントで教えていただいて、ちょっと学んだことがあるんですけど、ホーマルトっていうのは外国語にはないみたいなんですよね。だだから日本だけの、まあそのものそもであったり そういったものがこういう大きな問題、犯罪の原因になっているわけじゃないですか、だからこういったものをどうにかこうにかなくしていくことが僕たち日本国民のねためにっていうか、よりよく過ごすために必要なんじゃないかと、まあそのように思います。だから、本を丸等とかね、まああとはまあなんかわかりませんけど、そのねまあ昔でいうね半グレーみたいなやつとか、そういったものが形を変えて、いろいろ裏でつながっている。 かかかもしれませんがそそのホーマルトととハングレとかそういったものを束ねているのは実は日本の宗主国なんじゃないかとも思うんで、えー、まあ、そういうことをもしですね、えー、分かることがあればそういったことから規制をしていかないと国民がどん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 んね不幸になっていってしまうとだからつまり今回もそうじゃないですか数千万円を騙し取られた人がいるって大変なことですからね。うん、っていうことで、えー、ちょっとニュースがむ,む,むずいんですよ。 まあちょっとむずいんですけど、あのまあ、いつもの感じでですね、えー、分かるところだけ、えー、分かるところだけを考えていこうと思います。えー、このソフトバンクの元部長らが3人かな3人がですね、えー、架空の事業を、まあ、言って、ですね投資話で現金12億円を、まあ、騙し取ったということで、えー、このソフトバンクの元部長らが3人が詐欺の疑いで逮捕されたって、12億円ってね、えー、もうすごい額じゃないですか。 でこ,のおまあ、ここら辺もちょっと若干うさんくさいなと思うんですが、デジタルトランスフォーメーションの、まあ、統括部の元部長っていうのとえ、元課長っていうのと、これがですね、フォーマルトなんですね。あのえー、とこの <laughs> ねニュースにはそのフォーマルトっていうのは書かれてないんですが、アパレル会社を元を経営していた人間で、まあ、そのフォーマルトをしていた人間、この3人が共謀してやったとっいうことですね。 でどういうことを言ったのかというとソフトバンクが発注する96億円の事業があるえ融資してくれれば20%の配当が得られるという、まあ、デタらめなんですがそれで現金12億円を騙し取ったとっいう、まあ、その詐欺疑惑ということで、まあ、先ほど言いましたかが、まあ、信じそうじゃないですかだってソフトバンクの、ね、本社の一番上の階の会議室に通されえ何回かあ、まあ、そういった話をしたということで,で、ね、そのソフトバンクのロゴの入った えーまあ、そういった資料が用意されたっていうことで,、うんでまあ、20人ぐらいが参加していたっていうことなんですよね。でこの、まあ、どういうことかというとソフトバンクの元部長と元課長っていうのは懲戒解雇されているっていうことなんですよ。うん、で、えーまあ、その警察の調べではソフトバンクっていう会社の信用を、まあね、利用してやったんじゃないかっていうことなんですが。 まあこの件というのは1年前に発覚したということでソフトバンクに社員がその犯罪に加担しているというようなことがまあ言われているとでこの3人でやったとっいうソフトバンクの元部長、元課長、あとホーマルトっていうのがですね少し前に、まあ、ちょっと僕はそ,その件もあんま分からないですけど えー、お笑い芸人の TKO の木本っていうのと、まあ、そのね、投資トラブルをまあしていた人間だったと、まあ、そういったことがまあニュースに書かれていました。で、この、フォーマルとしていたやつは、月々5万円返済していたっていうまあことなんですね。でこの TKO の木本の、まあ、それと、まあ、関係していた、それがですね、今回、この3人でやっていた。だから、この、やっぱり何かあるんでしょうねと、裏側につながりがあると思います。でこの <laughs> TKO の木本っていうのは。 あのそのね、フォーマルトの、まあ、人間に勧められた FX の投資話にえまあね、騙されて数千万円の損をしたとかでそれ以外の芸,能芸人もそういうことになったっていうことが書かれていてでこの TKO の木本っていうのはその活動休止に追い込まれて、まあ、その後復帰したっていうことなんですよでまあいろいろ書かれてあるんですがちょっと難しくてよくわからないとで当然ですね、まあ、この えー、ま何、あ、て言ってるのかわからないんですがあその騙される側の人っていうのもまさか思わないじゃないですかだからまあね何、えー、て言ってるのか分かりませんけどやっぱり世の中からそういうねうまい話に裏があるとえそういうふうに、えー、思う、うん、っていうようなことがまあそう思わないとまさかソフトバンクでもそういったことがあるであるいは裏に黒幕がいる可能性があるということなんですね、えー、でここの <laughs> このね、えー ちょっと難しいんですが、TKO 木本の、この、とやった、この、この、宝丸との人間はですね、その後もですね、新宿・歌舞伎町のホストクラブに勤務していたということで、で月々に5万円返済していたっていう、まあ、なんで5万円なのかわか,からないですけれども、うん、で、実際に、このですね、 このソフトバンクの件でお金を騙し取られた人が一人で4000万円3900万円騙し取られたっていうことを実際言ってるわけですねでその方のこの証言から実情が分かるんですがこの「フォーマルトに儲かる投資案件があるって言われて東京都港区のソフトバンクの会社かな会社最上階会議室に行ってここに元部長と元課長とこの「フォーマルトがいてまあ いろんなことを話されたいうなれば架空の投資話を持ちかけられてそれに乗っかったっていうことですね。 うん、でなんかちょっとね、また難しいんですよ。別に僕、投資話、また分かるわけじゃないから、なんかい,いろいろなんか見たんですけど、なんかち,ょちょっとよく分からずに。うん、で、まあ、その投資話の、まあ、内容としては、ね、そのなデジタルトランスフォーメーションとかってちょっとよく分からないんですけど、えー、一口2億円を6口で、12億円の出資を募ったっていうことで,で、出資した人は、あー月5%の、 えー、まあ、その契約書を交わすってことなんで、うん、ね、12億円とかの5%って言ったら、す、すごい額じゃないですか。 だからもうねまさか騙されると思わないでしょうしそうしたらまあ騙されたっていうまあ話なんですよね。うん、で、えー、これ結構ですねリスナー様でこういったものに詳しい方がいらっしゃるかもしれないんですよ。僕は全くそういうのがこういうのがあっていうのがよくわからないんで。 アプリとかっていうのは僕全くわからないんですよ。機械がちょっと苦手なものでして、えー、あれなんですけど、ここに書かれているんですが、シグナルっていうものを指定したとかっていうことでね、うん、でこのソフトバンクの元部,部,元部長というか、その部長が自分で会社を持っていて、えー、まあ、そこに、こう、なんていうのかな、まあ、お金を流すっていうことなんですが、その ソフトバンクって当然ですがあの、まあ、兼業っていうか副業はいいのかって言ったらこの元部長はいいっていうことを言ってたんですよ。でそのお金を取られた方がおっしゃるにはねまあ確かに、まあ、その後になって考えればっていうことを思うかもしれないんですが。 おかしい点があったということで、この秘密保持契約書にサインが必要ということを言われて、それにサインしたということですね。この情報漏洩を防ぐために、シグナルっていうので連絡をしてくれって言われて、そのシグナルで連絡を取っていたということなんですが、 このシグナルっていうのがそのアプリのラインみたいなそういったものみたいなんですがメッセージが自動的に消える機能ということで証拠のやり取りが一切残らないだからこういったものをですねこの3人で考えたのかあるいはです、ね、3人の後ろに黒幕がいたのか僕はどちらかというと黒幕がいたんじゃないかと思うんですがそういうことをしてこの12億円の詐欺が成り立っていたという、まあ、非常に恐ろしいニュースであると。 えーまあ、そのことを思いました。で、ね、先ほどお話ししましたが、別に僕はそんなと投資話なんて分からないしね、まあ、そもそもそんなお金がないんで投資できないですけど、まあ,あ、よく聞く話ですけど、まあ、皆さんもあの思われると思いますが、世の中っていうのはね、う、え、ま、ー、い話の裏があるっていうことなんですよ。だから、この先ほどのですね,、えー、ね、2億円、まあ、その、もともと資金を持っていれば、うん、1億円、2億円とか持っていれば、それのね、えー、5%ってね、 1>, 1億円の5%で月500万円じゃないですか、まあ、でもそんなに儲かる話はないでしょうからね、えー、あらゆるまあまあ、銀行のもうね、利子なんていうのは話になりませんが、えー、いわゆるその、分からんですけど、投資のね、外国等のその投資とかでも、それでもそんな月5%とかないだろうから、まあ、気付くかなぁとは思うんですけど、やはりそれに気づかないように、このソフトバンクの、えーね、本社の一番上の階に連れて行かれるとか。 まあ、うまい話には裏があるということで、えーまあ、僕もそうですし、リ,リスナー様も、えー、お気をつけいただいた方がいいと思います。まあ、あの、まあ、これを言ってはいいかわからないんですけど、 まあ、投資って、えー、まず儲からないでしょうからね、うん。って言うと、いや、そんなことはない、儲けてる人はいるんだって言うかもしれないんですが、そういう人はいると思うんですよ。ただね、えー、それこそ分かんないけど、100人に1人いるかいないかとか、ねえー、1000人に1人いるかいないかとかの話でね、自分はなれるんだとかって、えーまあ、僕は思ってないんでねその、まあ、投資するお金もないですし、何に投資していいかっていうのは全く分からないんで、えーまあそう、そういうものは分からないですけど、うん、気をつけないとね、えー、本当に、えー、怖いなと、まあ、そのように思いましたっていうこと。 ちょっと今回はですね、このソフトバンクの元部長の驚愕投資話について、まあ、僕は黒幕がいるんじゃないかと思いますということで、またこちらの件ですね、何かわかるようなことがありましたらお話しさせていただこうと思うので、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今回はここで終わります。失礼いたします。